こんにちは、キーチャンネルです。雨のイベントを抜けてボス戦来ました。ということで頑張っていきたいと思います。お使い横丁ラストは破れかぶれ委員長です。目玉がギョロギョロしてる。心臓パックパックだ。はい、こちら勝てるかなってところなのかな。はい、頑張っていきたいと思います。ウィスウィスウィース。でてててて。妖怪体操はまた今度で。言うだけ。うん、言うだけだよ。誰もやるとは言ってない。あれは妖怪破れかぶれ委員長でウィス。委員長なだけに注射を使って回復してきますよ。なんと回復か。回復される前に注射器玉を。連打で壊してしまいましょう。また連打物か。なんだと？破れかぶれ委員長の攻略情報を見ますか？後で見ます。はい、頑張る。とりあえず、なんか壊せばいいでしょ？汗かきトンマンだっけ？のように。たまにね、イベントであのやつあるよね。今回攻撃系なので頑張る。よっしゃ、これを壊す。これをいっぱい壊したらいいのかな。ちまっち。よっしゃ、来てる。マッスルよし、あとちょっと。会えない。フィーバーなのに消さないと。終わった。いや、うわ、あのハートって抜くんだ。くっついてるものかと思った。回復しまくる厄介なボス妖怪でしたね。次はお金持ちが集まるそよ風ヒルズでウィス。ひょうたん池には博物館もありますよ。やったー、クリアしたよー。結構簡単だった。一瞬だったね。じゃあ次も行ってみましょう。ということで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンからのコメントいただけたら超嬉しいです。